太陽のない町は、徳永忠史による1929年の日本の小説。1930年に、藤田光夫、小野宮吉脚色、村山智義演出で舞台化。1954年6月には、日高住子主演で山本札夫監督によって映画化された。1929年6月号から、雑誌、千記に連載された。 作者の徳永が経験した1926年の東京市小石川区にある共同印刷のストライキ、いわゆる共同印刷葬儀を題材とした作品である。舞台は白山五天町など印刷工場の周囲に立地した不良住宅地区と呼ばれた貧民居住地で、大地と大地の間の水田や湿地が埋め立てられ、貧民居住地が形成されていく様子が示されている。 作品は、ストライキの実態や、労働者側が敗北に追い込まれるという、労働者の戦いをリアルに描いたことから、発表直後から分断でも評判になり、倉原コレトや川端康成が賞賛、連載完結を待たずに、1929年12月に、先記者から単行本が刊行された。徳永は、この作品で、一躍プロレタリア文学の新進作家として認められ、 中央公論などの総合雑誌にも作品を発表し、専業作家への道を進むことになった。今日でも表現の斬新さ、葬儀を扱った長編としての目新しさが注目される反面、虚構性、人物像の継承などで成功していない点があるとの指摘もある。戦時体制が厳しくなってきた1937年12月、徳永はこの小説の絶版を表明する。 その翌日、中野茂春、宮本由里子たちが執筆禁止になったことを見ると、この絶版生命が徳永を執筆禁止から逃れさせたと、浦西和彦は指摘している。戦後、この絶版生命は撤回された。1950年、岩波文庫に収録の際に作者による解説が付され、当時の状況が改装された。 1930年にドイツ語版、1932年、ロシア語版、1940年にチェコ語版、1954年に、ルーマニア語版が出版されている。ミシガン大学のヘザー望遠ストライク教授らも、ザサンレスストリートとして研究している。1931年6月12日に、福岡市、元広劇場で行われた東京左翼劇場の太陽のない町公演。 佐々木孝丸、東、君康、杉本良吉、厳選、山本康ら映画の一場面。右が、日高隅子、左が、勝良美智子。東京大学が文京区になかったら、文化の街はいかに生まれたか伊藤武氏、川山孝一、八田光生、橋本隆森友久、松山めぐみ、赤松和江、勝田俊介、NTT 出版。 2018P101 表を考える会2009年4月徳永ただし太陽の内町とその周辺なお2018年の新事新か版への改版の際徳永執筆の文章は作品についてと解外され新たに鎌田聡氏による解説が付された太陽の内町ポスター法政大学大原社権 is org20 世紀ポスター展 厚生大学大原社県伊豆 ORG20 世紀ポスター展小運動ポスター117小運動ポスター左翼劇場太陽のない町九州地方公演ありがとうございます